ガルシア初優勝、ダブルス覇者はクデルメトワ、メルテンス組に、WTA ファイナルズ。シーズン最終戦、WTA ファイナルズフォートワース、アメリカフォートワース、10月31日から11月7日、ハードコート、最終日となる現地7日、シングルスダブルスの優勝者が決定した。た、女子テニス協会、公式ウェブサイトが報じている。シングルス決勝では、第6シードのカロリーヌ・ガルシア、フランス、と第7シードのアリーナ・サバレンカ、ベラルーシ、が対戦。序盤からブレークポイントはもちろん、デュースすらほぼないという展開で試合が進む中、第1セットのタイブレークで0の2から6ポイントを連取したガルシアがこのセットを取る。ガルシアはその勢いに乗って第2セット開始早々に、この試合唯一のブレークチャンスをものにすると、そのまま危なげなくリードを持ち、7から6、4、6、4のストレート勝ちを収めた。ファイナルズ初優勝を飾ったガルシアは157万ドル、約2億3000万円の賞金と1375ランキングポイントを手にすることになったが、攻撃的なスタイルが最も合っていると立証できたことが一番の収穫だろう。素晴らしい決勝だった。一つ一つのポイントが激しかったわ、と試合を振り返った。ベスト4だった2017年大会に続く2度目の出場で初優勝を手にした29歳のガルシアは、2005年のアメリー・モレスモーに続いて、シーズン最終戦で優勝した2人目のフランス人となった。今季は、WTA250 バット・ホンブルク、WTA250 ワルシャワ、WTA1000 シンシナティと合わせて4冠無理を達成。決勝では4戦全勝という安定感を披露している。ガルシアは24歳になる直前の2017年10月に世界ランキングでトップ10入りを果たし、2018年9月にはキャリアハイの世界4位を記録。しかしその後は怪我に悩まされ、一時は世界70代まで低迷。トップ10からおよそ4年間遠ざかっていた。今回の優勝によって最新ランキングでキャリアハイに返り咲くことが確定したガルシアは、優勝をこれまで関わってきた人たちに捧げた。これまでに私が関わってきた人全員とこのトロフィーを分かち合いたい。たくさんの人との出会いがあった。そのうち何人かはここにいるわ。中には、私が12歳の時に初めて会った人もいるの。彼らとの出会いを通して、私は素敵な思い出と前向きな気持ちを得ることができた。そのおかげでよりいい人間、よりいい選手になれたの。敗れたサバレンカは、シーズンを通しての課題だったダブルフォールトをタイブレークで2回犯してしまったことが響いた。試合後、サバレンカは、チームにお礼を言うつもりはないわ。ダブルフォールトがあまりにも多すぎるから、あなたたちは最悪のチームよ、なんて冗談だけど、とジョークを言った後、涙を流しながら、大変な1年だったけど、支えてくれて本当にありがとう、とチームに感謝の言葉を伝えた。一方のダブルスでは、第1シードのバーボラ・クレイチコバ、チェコ、カテリーナ・シニアコバ、チェコ、ペアと第4シードのベロニカ・クデルメトワ、ロシア、エリース・メルテンス、ベルギー、ペアが対戦。前回チャンピオンのクレイチコバ、シニアコバ組はここまでの4試合すべてストレート勝ちだったが、この日は相手の強烈なリターンによって第1セットでいきなり0対4のビハインドとなり、結局このセットを落としてしまう。第2セットに入るとチャンスを作れるようになり、第7ゲームで先にブレークされたものの、そこから3ゲームを連取してセットカウント1月1日とした。10ポイントのタイブレークでは7-2とリードしたところから8から8とされた後、次のポイントでミニブレークを許してしまいクデルメトワはメルテンス組にチャンピオンシップポイント。一つ目はしのいだが、二つ目を決められた。6-2、4-6、11対9で接戦を制したクデルメトワはメルテンス組は、共にファイナルズ初優勝。メルテンスはシェースウェイ、台湾、と組んだ昨年大会の決勝でクレイチコバ、シニアコバ組に敗れて準優勝に終わっていた。今回の栄冠によってクデルメトワはダブルスでキャリアハイの世界2位に復帰。